弁当の隙間にコロッと入るおかず。里芋は上下を切り落として厚く皮を剥きます。フライパンに調味料を入れて蓋をして、あとは煮込むだけです。この調味料使わなくても家にある焼肉のタレで全然 OK。 逆に焼肉の時にタレがなければこの調味料の割合で作れちゃいます。ニンニクチューブを使うのがポイントで、沸騰させてからタレとして使ってください。時々混ぜて上下を裏返します。調味料が少なくなってとろみがついたら蓋を開けて転がしながら照りつければ完成です。芋の中でも水分が多い里芋は濃い味付けとの相性がとってもいいんです。お弁当の隙間にコロッと入れられるので、作り置きとしてぜひ作ってみてください。